さあ、やっと着きました。実はですね、9月のほぼ上旬から今までね、子供の写真を1回撮ったくらいで、1回もね、撮影に出てなかったんですね。で、リハビリがてら来たのが、まあ今日天城なんですけども、まあね、久しぶりなので、なんとなくこう勘が鈍ってるような雰囲気があるんですけども、まああえてですね、だからまあ晴天のこの日に来て焦ることなくね、森を楽しめればいいかなって思っています。 One little kiss, a new one wanted love。 僕ね、だいたいね、1年に1回くらい全く撮らないっていう1ヶ月がね、あるんですね。たまたまそれがね、今年は9月になってしまったんですけども、まあ嫌でもね、これから撮らなきゃいけないので、いいんじゃないかなと思います。はい。で、今そこにある木が、まあ僕たちの中では割と伝説的なモミジなんですね。知ってる人はね、知ってると思うんですけれども、今年は葉っぱをつけてるのかな。倒れた最初の年はね、すごくかっこよかったんだけど、だんだんやっぱりこうやって、朽ちていきますね。よいしょ。あ、もうやっぱりこの部分だけですね。ここの部分はすごく元気ですけれども、この先はもうなくなっちゃいましたね。まあいい機会があったら撮ってみたいなと思います。今日はね、まあ、夕日が沈んで暗くなるまでいようかななんて思うんですけれども、向こう側に1本ね、月夜竹がついてるのがあったので撮ってみようかなと思ってるんですね。この木もだいぶもう朽ちましたね。ちょうど折れた年に来た時はね、まだまだ力があったんですけれども、こっち側もね、伝説の木たちばっかですね。この手前の木はね、またこれもすごい作品が実際生まれてるんですけども、向こう側のね、倒木はね、僕が写真集で、使った倒木です。もうこれも5年とか6年とか手前になるので、だんだんとこうやって朽ちていくと。そこにあるこの手ね、実はこれね、その当時はこうひょいっと生えてるだけで、そんなにね、存在感なかったんだけど、今となっちゃこうやって成長してるってことなんですね。まだここの根がくっついてるのかな。ちょっと待ってくださいね。あ、違うんだ。これは単独で生きてるんですね。倒れた当初はこれすごく小さかったんだけどね。で、あ、そういうことか。で、これが一本でしょ。で、もう一本。で、僕が撮ったのは向こうの木だ。向こうの木。ってことは、この一本も、この数年で倒れたってことですね。もう立て続けにこの辺倒れてるんで、次はこれの番かな。こっち側にあるね。きっとこれも、倒れちゃうのかな。あ、あそこに月夜一個ついてるね。月夜がね。ってことはこれも弱ってるのかな。そうね、そっち側もこっち側の上抜けてもないもんね。なるほど。さて、この辺でちょっと時間潰しながら、いや、時間潰しながら思い出に浸りながら少しね、撮っていこうかなと思います。で、この時期はね、割とね、向こう側から霧が一気に入ってくることが多いです。5時くらいになるとね、急に入ってくるので、どういう風に変わるかね、楽しみですね。こんなとこにいます。どこでしょう？ここです。で、三脚もなるべくこの木の、この辺ちょっとね、出てるけど、なるべく押さえて、で、この長い影ね、結構面白いでしょ？こんなとこ長い影出ないからね。これをうまくまとめようかなって思ってます。まあ、この木がね、どうしようかなっていう感じなんだけど、だけど割と、露出も少し暗くしていくので、
いいかな。で、まあ、あそこどん詰まりするのが嫌だね。ここがどん詰まりしちゃうのはなんとなく嫌なんだけど、そこをうまく調整できたらいいかなと思います。はい、こんな感じでまとめてみました。この辺だね、この辺、この先のここをまあうまく集中するというか、ここに模様を集中させて真ん中にね、それでまあ手前のこの木とこれで2本ね、これとこれでまあ2つの主役っていうかね、副題と主役にしてって感じでいいのかなと思います。そうするとなんとなくこのブナの力強さと寄り添うなんか葉っぱみたいな感じで、少しこう優しい感じにはなるのかなと思います。はい、で影の正体これね、やっぱりこっちから見ても寄り添ってるよね、この木にね、この大きいブナに、まあ、寄り添ってるので、こういう風に撮ると面白くないっていうか色気がないけど、まあこんな風に影を使ってね、これとこれでね表現してあげると、まあこれもこれで面白いんじゃないかななんて思います。はい、今ね、結局これだいぶ明るく映るね、もっと真っ暗ね本当はね。この月夜竹を見つけたので、せっかくだから撮って帰ろうかなと思っています。でね、もしかしたら下はね光んないかなって気がするんですね。ただね、今後のためにこのくらいの状態だと光らないとか、これでも光るんだっていうのをちょっと光学のために経験しておこうかなということで、今から、今もう日は沈んだんですけれども、ちょっと一旦ね暗くなって映るかどうかだけ確かめたいと思います。まあ最終的にはこのこれだけかな、これだけでズームでぶっこ抜いて撮ろうかなって思ってるんですけれども、まあちょっとここがね、月が弱いので、なんとなくこうねまばらになって面白くないので、思い切ってこういう形で撮ろうかななんて思ってます。まあ月夜竹はね、このね暗くなるのを待つというのがね、なかなかの苦行ですね。でもちろんこの場所がわかる人は、この後帰りが大変だっていうことはわかると思いますね。はい、はあ、なかなか大変ですけれども、まあやってみましょう。